地球通報艦はフランス海軍が第二次世界大戦前に建造した通報艦。本級はフランスが世界中に持っていた植民地や保護国を警備するために建造された艦級である。右舷から見た本級本級の三面図通報艦とは二通りあり、一つは艦隊に付随して敵艦隊の情報を艦隊に通信する艦隊通報艦が主流であったが、 その役割は艦隊の前衛たる駆逐艦が担うこととなり、もう一つは本国から海外領土や植民地への回路を警備し、現地での権益と治安を保護するための活動を行う植民地通報艦があり、イギリス海軍ではスループがその役割を担っていたが、フランス海軍では独自に通報艦として整備し続けていた。 第一次世界大戦の傷も言れかけた1927年に第一次大戦時に建造され老朽化していたマルの級通報艦、アラ級通報艦の代替として新たに建造が議会により承認された。新造艦はワシントン海軍軍縮条約の寸劇をつくようなアイデアが取り入れられていた。基準排水量は軽巡洋艦以下の2000トン台とし、手法は イギリス海軍の同志艦よりも強力であるが、軽巡洋艦の枠にかからない13.8センチメートル砲を採用し、船体設計は全球までは商船型の船体設計を取っていたのに対し、本級は軍艦的設計に改めて外洋航行時の安定性と生存性を高めている。また、 機関は小型で燃料消費率の小さいするザー社製の2サイクルディーゼル機関を採用することにより、巡洋艦並みの長距離航続性能を手に入れた。また、居住区画の暖房、冷房設備を強化して、冬の体制用から国所の赤道直下でも乗員の健康を守る努力は怠らなかった。さらに、当時発達、これにより既存の宝冠を上回る策的能力を得ており、 無線封鎖状態でも艦隊や最寄りの基地に情報を送ることができるとされた。本級は1927年度計画で2隻の建造が認められ、1938年度計画までに計10隻の建造が認められたが、戦時中にかけて7隻が竣工し、3隻が未竣工であった。本級の設計コンセプトは同世代の海軍に強い影響を与え、イタリア海軍の エリトリア級植民地警備艦やポルトガル海軍のアホンソでアルブケルケ級通報艦やオランダ海軍のファン・キンスベルゲンの設計に本級との近似点を発見できる。本級の船体は艦首還元の高い単単船主導型船体で外洋でのしのげなみ性の良好なクリッパーバウ式艦首を持っていた。還元の高い艦首から13.8センチメートル速射砲。 お棒立てのついた単層砲画で背負い式に2機、その後ろに近代的な箱型の環境と三脚式の全部マストが配置されたところで、選手楼甲板は終了し、甲板は一段分下がるが、原則部は選手楼甲板から同じ高さで、フライングデッキが後部手法近辺まで伸びており、環状で使えるスペースは広くする工夫がなされていた。 日本煙突の周りは関西亭置き場となっており、煙突の間にグースネック式クレーンを片面一機ずつ、軽二機により関西亭は、要集された。二番煙突と水の間が水蒸気置き場となっており、短脚式の後部マストの基部についたクレーンにより、水上に、後部マストの背後に三番手法が後ろ向きに一機、装備される。完備看板には、 機雷投下用のレールが2乗設置され、完備より投下される。左舷から見た本級右舷から見た本級前級までは、砲巻と変わらない 10cm 砲を搭載していたが、本級では、軽巡洋艦にも劣らない 13.8cm 砲を採用しており、他国の同士艦を火力で圧倒しており、実際の戦闘でも役立っている。本級の手法は前述の通り、 新設計の1927年型1 3 8トル速射砲である。その性能は重量4 0 6ラムの砲弾を最大行角28度で1 6 6 0 0ルまで届かせることができ、旋回角度は旋体守備線方向を0度として左右150度の広い旋回角度を持っていた。不要能力は 強角28度、深く5度で自由装填式である。発射速度は8から10発である。その他に、対空装備として落ちキス車載の1933年型 37mm 機関砲を単装砲画で、全部環境の左右に1機ずつ、水の左右に1機ずつの片元2機の、軽4機を配置し、 さらに近接防空火器として同じくオチキス1929年型 13.2mm 機銃を単装砲画で6機装備した。さらに、港湾閉鎖やコール封鎖用に、機雷50発を搭載した。ありがとうございます。